彼は去った。なすべきことをして仲間に会いに行ったのだ。僕は何も言える立場ではない。人類の生き残りは最終戦争で互いに殺し合っている。これは彼の戦いではない。彼が僕たちを、僕を許してくれたと願いたい。僕たちが彼の兄弟、姉妹、母親と父親にしたこと。最後の戦い、D6に戻ってきた。というわけで、はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロラストライトリダックス、出てきます。これ最後になるんじゃないかな。もうみんなもう完全武装状態だもんな。最後の戦いだ。あ、でも今弾が全然ないんだけど、弾もらえるかな。あ、防衛線を張ってる。あ、武器売ってるっぽい。あ、エスカレーターだもんね。あ、弾もあるっぽい。あ、で、ホールだ。すでに仲間がやられてる。モスクビンの言葉は嘘じゃなかったらしい。レッドラインが3方向から押し寄せている。戦士たちよ。3方向、演説というからではないが、聞いてくれ。君たちほど献身的で勇敢な兵士は他にいない。全員が共産主義者5人分に値する。訓練通りに任務を果たせば勝利は我々のものだ。勝つぞ。スパルタよ、いざ戦え。警報が鳴った。さあ、最終決戦の前にちょっと武器を整えなければ。よし、一丁完全武装で、これは全部無料か。整えよう。アブザッツ、よし、これでよし。で、弾を補給、リロードして。ああ、戦いか、まあ、大丈夫。うわ、これ移動遅い。これ相当強いんじゃないか。これ、これ持ってこう。破壊部隊だ。もういい、戻ってこい。こっから攻めてくるか。装備をチェックしろ、準備はいいか。どっからでもかかってこい。クレーモアじゃないや、グレネードを装備しといて。油断するな。あ、ライト消えた。なんかすごい轟音が立ってるけど、ガタンゴと聞こえるよ。おお、列車で来た。電車で行こう。来てる、グレネード。あ、腰投げ武器かこれ。撃ちまくれ。リロード。痛い。かなり重武装だぞ。グレネード。うわ、砂煙か。弾を補給しといて。うお、仲間、防衛線が。ミラー撃ちまくれ。リロード。おい、仲間がどんどんやられてる。集中砲火浴びてる。グレネード、グレネード投げまくれ。
これはオーバーヒートするのか。治療、襲撃が収まった。ん、えっ、戦車なんかスナイパー落ちてる。これ拾う。戦車が来たぞ。これどうすれば。戦車を潰せだと。どうやってスナイパーを持とう。敵がいる。すげえ撃ってくる。倒した。ん、なんかに当たったぞ。車輪撃てばいいんじゃないかあれ。お、車輪が剥がれた。うう、全滅する前に戦車を叩く。車輪が取れた。うーは、めっちゃ撃ってくる。一旦ショットガンに持ち替えてリロード。なんか赤く光ってるところがあるな。おっ、機銃が吹っ飛んだ。ほら、倒した。まだ来る。状況報告を送るぞ。大佐、負傷者は戦闘地帯から退避、避難地点に向かいました。よくやった。体勢を立て直す。連中はすぐにでもまた仕掛けてくるはずだ。第2波が来る。こんなとこに日記来てるな。そして見えたぞ、これは機銃だな。機銃、500発かかってこい。おら、重装備も全然怖くない。まだ来るか。来てる来てる。めっちゃ来る。何体来るんだ。んー、山ほど来る。うお、ん、なんだあれ、シールド、グレネード崩れたぞ。グレネード投げまくれ。崩れろシールド。もう弾が切れる。これよし、こっちだ。リロード。なんだあの盾、壊せないか。めちゃめちゃ弾くな。スナイパーライフルとかどうだ。通らないか。火を放ってるあいつ。目元をスナイパーで狙う。よし、いけるぞ。
ロード。いける、スナイパーならいける。お、燃えてるあいつ。勝った。よし、切り抜けたようだ。みんなよくやった。勝った。破壊する。ポリスで事前に命令を出しておいた。 D6 を失った今はもはや破壊するしかない。俺たちも残ります。どうせ誰だっていつかは死ぬんだ。なんか揺れてるぞ。こいつは一体。貴様またか。え？え？クセスにでもなった気分だ。なんとも許しがたい人員と資源の無駄遣い。多くの優秀な兵士は。艦はどこに。何のため。トリス駅のため、議会のためか。ついに革命の炎で全ては浄化された。これはこれはミラー大佐というよりその亡骸か。アルチョン、今だ、やれ。こっちは誰だ。爆弾、道連れだ。教えてくれ、才能あふれる我が物よ。死ねた。まずい。サバイバー2034。怖くないわ。もう何も心配いらない。こうしてパパが敵を倒してメトロを救ったの。パパは勇敢だった。息子、とっても勇敢だったわ。自分が理解できないことも怖がらずに受け入れたの。ダークワンはどこへ行ったの。ママ遠くよ、安全なところ。でも戻ってくるって約束したわ。おった、全員死んでしまうのか。そうなのか。というわけでメトロ2033に続き、メトロラストライト、こういう感じの終わり方で、ダークワンたちを救うことができたけど、最終的には敵もろとも道連れに爆破して、アルチョンは子供を残すことができたと。こういうことか。で、下にダークマンたちが歩いてる。実は、このメトロラストライトとこのメトロ2033リダックス、このリダックス版が発売する前に、このメトロの新作を今開発してるという情報があったので、もしかしたらアルチョムとアンナの息子のストーリーなのかな。それはちょっとよくわからないけど、とにかくまたこのメトロの世界が
遊べるかもしれないので新作をしばらく待ってみようかと思います。それではメトロラストライトリダックスの実況はこんなところで、で最後までご視聴ありがとうございました。